インテルアーク A770 リミテッドエディションが来たー。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、インテルアーク A770 になります。あれ、アークって前回9月にエントリーモデルの A380 が出て、その後ハイエンドモデルが出ると言って、日本以外ではすでに発売されていたのですが、やっと日本でも発売されました。てかあんたまたこんなの買ったのね。あ、いやこれは、ということで今回は発売されたばかりのインテルアークの最速開封レビューをやっていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまずこのインテルアーク A770 の説明からいきましょう。インテルアークについては前回の動画で詳しく話しているので、そちらをご覧いただければと思います。で、今回の A770 なんですが、9月にエントリーモデルの A380 が発売され、10月末にミドルモデルの A750 が発売され、そして11月11日にアーク A シリーズの最上位アーク A770 が発売されました。値段はなんと69,800円。え、ほぼ7万。かなり高いですね。あんた、後で話があるからね。え。それでは開封をしていきましょう。前回の A380 はアスロックで作られたグラボでしたが、今回はインテル純正のものとなるので、箱も真っ青でかなりかっこいいですね。開けようと思い、封印シールを剥がそうとしたのですが、こちらのシール、見えますかね？え、インテルのマークが入ってるの？はい、インテルのマーク入りの封印シールが貼られていました。結構こだわってますね。ではオープン。おお、かなりシンプルな見た目ね。そうですね、見た目は黒ベースで派手さのない感じではありますね。では付属品を見てみましょう。まずはこちらのレッツプレイと書かれた紙ですが、こちらにはケースに貼るアークシールが入ってました。こういうの貼れないんですけど、なんかレア感があっていいですよね。もう一つ奥に黒い紙も入っていました。こちらはスタートガイドですね。多言語用になっているので、すごい文字がたくさん並んでました。そして最後に本体ですね。黒ベースに2連ファンのモデルとなっています。あれ？何か下にありましたね。ということでチョコレートが入ってそうな箱を開けてみたいと思います。いや絶対チョコレートなんて入ってないでしょ。もし入っててもシュラミちゃんにはあげないからね。なんでよ。でもう出てきたじゃない。はい、こちらはどうやらグラボの LED 用の電源みたいですね。補助電源とは別に USB から電源を取る LED なんですね。では外観を見ていきましょう。まずは正面。出力ポート、こちらは DP2.0×3 と HDMI2.1×1 となっております。一番右側が HDMI になっています。補助電源は8ピン足す6ピンとなっております。で、その横の蓋を開けると、こちらが先ほどの LED 用のコネクタを挿す部分となっております。続いてバックプレート。このバックプレートシンプルで結構かっこいいんですよね。ただ金属っぽくない触り心地だったんですが、ゴムとプラスチックなんですかね。ということで外観はこんな感じでした。せっかくなので重さも測ってみたところ、 1085g、 1kg ちょっとでした。最近マザーボードやグラフィックボードがかなり重くなっているから、なんかすごく軽く感じました。では続いて特徴とスペックをご紹介していきます。シュラララ。それではこちらの A770 の特徴とスペックをさらっといきます。名称はインテルアーク A770 グラフィックス 16GB リミテッドエディションになります。この A770 は 16GB モデルと 8GB モデルの2種類があるみたいですが、2022年11月11日時点で日本ではこの 16GB モデルしか販売していないみたいです。アーク A シリーズは XeHPG アーキテクチャを採用したデスクトップパソコン向け GPU で、前回購入した A380 のようなインストリーム、ゲーム向けとされた下位のアーク3シリーズと、ハイパフォーマンス、ゲーミング向けとされた上位のアーク7シリーズに分かれています。販売されるのかわかりませんが5シリーズもあるみたいですね。アーク7シリーズは現在は A770-16GB、A770-8GB、A750 の3種類が出ており、今回購入したのは最上位のモデルとなっております。特徴としては、アップスケーリング技術の XESS、クリエイター向けに AV1 エンコード機能搭載、ライブストリーミング向け機能などが使用できるソフトウェア、アークコントロールなどがあります。
まあでも G-Force やRadeon でも同じようなものありますけどね。続いてスペックのご紹介。まず開発コードは、アルケミスト。こちらの意味は錬金術師という意味らしいです。錬金術は、もしかして人体で。アーキテクチャーは XEHPG で TSMC6 ナノメートル。XE コアやインテル XMX エンジンやらベクトルエンジンなど聞き慣れない項目がいくつかあります。レイトレーシングユニットは32個載っているので、レイトレーシングにも対応みたいです。クロックは 2100MHz、TDP は 225W。PCI Express 4.0×16 に対応となっております。A380 の方は 4.0×8 なのでご注意ください。メモリは GDDR6-16GB となっております。全体的に A770 と A380 のスペックを並べてみるとかなりスペックが向上してるのがわかります。値段もその分跳ね上がってるんですけどね。では前置きはこのぐらいにして、実際の性能を見ていこうと思います。今回の検証機はこちら。今回はインテルコア i9-12900K と MSIMAGZ690 トマホーク Wi-Fi でやっていきます。電源はアンテックのシグネーチャー1000プラチナムを使用していきます。メモリは 5600MHz ですが、i9-12900K がネイティブ 4800MHz までなので 4800MHz で使用しました。こちらがタスクマネージャーと GPU-Z となります。ちゃんとアークのロゴが出てるのはいいですね。あ、それから今回は前回忘れていたリザイザブルバーをきちんとオンにして計測をしました。それでは検証行ってみましょう。ファイナルファンタジー14。設定は最高設定で3種類の解像度でやってみました。インテルの最上位グラボ、果たしてどのくらいの性能が出るのか。結果はこちら。まずはスコアから、フル HD と WQHD はかなりスコアが出ましたが、4K はさすがに厳しい感じかなと。こちらは平均 FPS と最低 FPS になります。一応平均 FPS を見る限りだと 4K でもプレイはできそうですね。快適にできるかどうかはわかりませんが。では次行ってみましょう。ファイナルファンタジー15。FF15 ベンチマークも行いました。このベンチマークだとフル HD からかなりきつそうな感じはしましたね。では結果を見てみましょう。まずはスコアから。重いベンチマークで有名な FF15 ベンチですね。フル HD でもあまりスコアが伸びませんでした。こちらは平均 FPS と最低 FPS になります。どの解像度でも最低が10台まで下がってしまうので、このゲームはインテルアークには向いてないのかもしれませんね。では次行ってみましょう。サイバーパンク2077。このチャンネルでは初めてのサイバーパンク2077になります。今回は 4K、WQHD、フル HD の設定はウルトラでレイトレーシングをオンにした時とオフにした時の数値を出してみました。では結果を見てみましょう。ちょっと数字が細かくなってしまったのですが、フル HD のレイトレなしでも平均が46だったので、このゲームを快適に遊びたかったら相当設定を落とさないといけない感じですね。レイトレをオンにしたらフル HD でも平均が 30fps を下回ってしまっていたので、アーク A770 でサイバーパンクは難しいかもしれませんね。では次行ってみましょう。モンスターハンターライズ。こちらはリプレイ再生がないので、同じマップで同じ敵と戦った時の数値となります。参考程度に見ていただければと思います。結果はこちら。このゲームそこまで重くはないのですが、フル HD でも平均 150fps という結果でした。ゲーム自体はできなくはないですが、WQHD ぐらいまでなら遊べるかなといった印象でした。では次行ってみましょう。マイクロソフトフライトシミュレーター。激重ゲームシリーズ、マイクロソフトフライトシミュレーターもやってみました。こちらも解像度は 4K、WQHD、フル HD の3種類で、ダイレクト X12 で試してみました。DLSS は使っておりません。飛行ルートは成田から羽田までのルートで同じタイミングのところで FPS を計測しました。またこのゲーム、飛ぶ地域によって、FPS がかなり変わるのでこちらも参考程度に見ていただければと思います。結果はこちら。フル HD では平均60を出しており、ダイレクト X12 ということもありなかなかすごいんじゃないかなと思いました。正直フライトシミュレーターでここまで FPS 出るとは思っていませんでした。WQHD でも60まではいきませんが結構高いなと感じました。では次。アーク。はい、アークでアークの時間がやってまいりました。出た、アークでアーク。今回もリスポーン地点の周りをうろうろとしてただけではありますが、4K、WQHD、フル HD と計測をしてみたので、結果を見てみましょう。
このゲーム、重いと有名なんですが、意外と FPS 出たなという印象でした。最低 FPS に関してはフル HD と WQHD で差が出なかったので、インテルアークはアークと相性がいいのかもしれませんね。ただやはり 4K となるとちょっと厳しいのかなといった印象でした。では次。フォートナイト。比較的軽いとされている FPS ゲームのフォートナイトもやりました。解像度は 4K、WQHD、フル HD の3種類で、設定は競技設定。で、いつもパフォーマンスモードで計測しているんですが、今回はダイレクト X10 にも計測してみました。では結果を見てみましょう。こちらが結果です。平均 FPS はどれも高いのですが、ダイレクト X12 の FPS がかなり高いですね。インテルアークはダイレクト X12 に最適化してるみたいなので、ダイレクト X12 だと大幅に恩恵があるみたいです。なのでパフォーマンスモードを見てみると、どこか特定の部分で一気に FPS が下がったりしています。設定というかダイレクト X12 かどうかでここまで変わるのもすごいわね。ですね。では次行ってみましょう。Apex Legends。設定は競技設定のモデルディテールのみ高で計測いたしました。まずは訓練場でのウルト爆破シーン。結果はこちら。フル HD と WQHD はかなり良い FPS が出ていますね。訓練場の数値を見ると戦場でもいけそうな感じですね。では実際の戦場にも行ってみましょう。せっかくなので少し見てください。こちらの映像はフル HD になります。キャラ選択画面では上限の300まで出ています。が、上空に出た途端に FPS がガタ落ちしてしまいました。FPS 落ちすぎじゃない。私も最初バグかなと思ってこの後何戦か行ったのですが、だいたいこのぐらいの FPS になっていましたね。まあ上空で戦わないからなと思っていたのですが、地上に降りてからもかなりもっさりしてたんですよね。訓練場と戦場でここまで違うとは。ということで結果はこちら。リプレイ再生ではないので、降りた場所や敵の数なんかで FPS が変動しますが、なぜか 4K が一番成績が良かったんですよね。さすがに私もおかしいと思って各3戦ずつぐらいやったんですが、4K はこれでも悪い方の記録なんです。なんでだろう。ドライバーの成熟具合か、ただのバグか、ダイレクト X11 だからなのかわかりませんが。不思議グラボね。シュラララ。ということで今回は、インテルアーク A770 を検証してみました。エンコード系は今回やらなかったので、この辺もまた見ていきたいところですね。で、あんた的にこの A770 はどうだったのよ。見た目はかなりシンプルでかっこいいし、何よりインテルが出したグラボだしすごくいいんですが、今回約7万円という価格から考えると、RTX 3060Ti や RX 6700XT などがそれよりも安く買えてしまうとなると、おすすめできるかどうかが、確かに。今回は比較まで検証する時間がなかったので、今度この辺のグラボと比較してみたいとも思ってます。ということで今回はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃん、けん、ポン。またねー。インテルー、やめてー。